なんだこれ、ベルリンの壁っていう壁壊したブロック売って買いをしてるんですけど、はい、これはニコンの101号館っていう建物があって F3 を作ってたところの建物を 2,3 年前に壊したんですけど101号館の壁ですニコン一筋バカになれ、それが写真家男道チェスト。ニコンバカ一代。何が出てくるかもう本当に楽しみなんですけど、じゃあ、はい、お願いできますか。で、まあ、最初に言うのもなんなんですけど、一番見せたかったやつは見つからなかったと。また今度、はいはい、それでとりあえず、はい、まあ、ちょっとこういうのはどうかなって思うものをちょっと持ってたんですけど、はい、何点ぐらい持ってきた。分かんない。え、たくさん。じゃあとりあえずね、はい、とりあえずね、何これ。ちょっともうここだけで かわいいけど、ちょっとストラップになって、こっちだ、こっちなんですけど、で、じゃんじゃか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 みたいな、こういう、うわ、で、じゃんじゃか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 みたいな、こういう、うわ、これ何？ 850、 かわいい。これ、ね、これ偽物のストラップですよね。うわ、まあ、ストラップ、これは知らない。これ売ってたんですか。いや、これね、これこうやって肩から下げてるとね、カメラぶら下げるみたいに見えるんだけど、これね、アユタヤ工場、アユタヤ、要するにニコンの今のね、機械メイン工場のアユタヤで、はい、作ったもので、はい、僕ニコンのアユタヤ工場って3回か4回か行ってるんだけど、はい、前かなんか行った時に、ノベルティ、これ記念品でね、来ていただいたからって言ってもらったんですよ、はい、で今はね、これのね、Z のようなやつがあります。それも持ってない。販売されてない。販売してないの。ニコンはこれを販売したら売れるよって散々言ってんだけど、うちはそういうことでは稼がないっていう強い意志あって、かっこいい。どっかのカメラメーカーはニコンがこれ出してたの見てすぐ作ったメーカーもあるんですけど、ニコンはこれはうちはこういうことで商売しないのって言って、かっこいい。その割に羊羹出してますけど、羊羹はだってもうすごい昭和30年代ぐらいからの、はい、でかっこ、ちょっとこれこっち近くで、いや、これ欲しい。今はね、Z 用のやつがね、Z バージョンが、その工場に行くともらえるってことですか。まあ、工場っていうか、まあそうだね、工場見学行ったりとかしたら、まあもらったりするんじゃない。それで2年ぐらい前かなんかバンコク行った時かなんか、Z7 のやつあって、カメラ屋さんに置いてあったんで、それ俺欲しいなって言ったら、ごめん非売品ノーセールってやっちゃって。あ、そうなんだ。安倍さんすら手に入らないものって、まあ、どういうこと。誰が手に入れれるの。あゆたいに行けばもらえるのかもしれない。でちなみにね、ニコン羊羹とかおせんべいって、はい、なんであると思う。なんかね、吉田さん曰く、うん、ニコンの近くに和菓子屋があったって。そう、うん、そうなんですか、うん、それでお客さんに、はい、その河原せんべいでニコンって焼き印をしてもらって出してたの。へえ。要するに河原せんべい屋さんだったのよね。で
お客さんに出すときにおせんべいさんの二コンせんべいって瓦焼きなんか瓦せんべいこれ醤油味かと思ってた、うん、瓦せんべいの丸い、まあ、瓦って四角くないんだけど、要するに丸いんだけど、でも、はい、外観の中身としては瓦せんべいにしかちょっとカリッとしてるさ、それで焼き印作って持ってくるじゃん、お宅の会社そんなの作るの簡単でしょって言われて、ニコンって焼き印越して押してこうやって、あ、ニコン製の焼き印を、そうニコンせんべいって、それでなんかいろんなことが分かってくるけど、お客さんに出してたわけ、来たお客さんにね、はいはいはい、で俺は茶菓子で出してた、そうそう、一番最後にニコンせんべい出してもらったことがある年代なんだけど、うん、ニコン行った時に、それでそのさ、その昭和30年とかそういった時代には、あの工業高校とかそういうとこ高専とか出てこうニコンに勤めて、だってあそこ工場だったんだから、はい、大井町はね、はい、たくさんいたわけで、カメラを実際組み立ててくれるその人は、で年末年始帰るじゃん、で東京のお土産欲しいでしょ、はい、とわざわざ高いものなんか買わないでニコンがニコンせんべい箱詰めにして、それで成長で売ってくれたら安くお土産買って帰れるじゃん、はい、それでこうやってあの社員の人がみんなそれ持って、昔ボンクレに10回帰っていったっていう、そういうのが出始めたの。で、せんべいが最初で、社員のお土産、だからお客さんの茶菓子がちょっと発展して、社員のお土産と盛況で売るようになって、だから今でも盛況でよく売ってるよ、日本の盛況で、へえ、うん、そうだから工場とか、まあ実は品川にだって盛況があるんで、そこでは一本物のニコン羊羹とか、うわ、へえ、うん、でそのおせんべい屋さんがそれで、でその後にこう羊羹はそういう、うち日本さん羊羹もどうですかとかって営業が来て、違うところから、その頃っていや富士通羊羹とかいろんな会社が羊羹作った時代あるのよ、あ、そういう時代になった、同じ会社がまとめてて、それであの富士通羊羹とかいろんな羊羹あって、残ってるのがニコン羊羹だけなんだけど、でもまあニコン羊羹もね、あのまあ、あのそう後継ぎがいないとかいろんな問題はまああるんですけど、まあ、今はねあのまだやってますけど、ニコンミュージアムに行けば、はい、ありますから、はいはい、さてそれで、ね、この中に何かが入ってるんですよ、そうです、で何見せようかなと思って、今あゆたやって言っちゃったんで、じゃあちょっとあゆたやのやつとか見せますけど、あの僕ね こういう首からかける、これニコンタイランド、何これ、行った時に、はい、その出入り証みたいなのくれるんですよ、でそうするとこういうのに通ってんですよ、ではぁ、あ、ちょっとこれ、でそれポケット、そうするとこういうのに通ってんですよ、ではぁ、あ、ちょっとこれ、でそれポケトークぶら下がってますけど、はい、あ、海外用のポケトーク、はい、ポケトーク、まあ全然登場しない、はい、あの秘境に行った時に使おうと思って買って、全然秘境に行かれないから使わないですけど、ね、わー、なんかいろいろ出てきた、でこれですアイアムニコン、アイムニコンとか、こう、うわーとか、はい、あ、します、うわーきれい、うん、これは欲しい、この出店者としてもらえてってことですね、それは前の CP だね、前の CP だ、そういうのに入れて CP の時には出店者証を前くれてたんですよ、はー、でニコンが一番これはなんか力い、他のメーカーはこんないいのは持ってなかったね、だから2020ってことは中止になっちゃったやつの回だけど、要するに中止になっちゃったけど、まあ記念にって言ってこれだけは後でもらったんですよね、ずいぶんこれしっかりしてる、してます、してます、そうなんですね、これぜひ阿部さん頭に巻いていただいて何でも巻くな、ちょっと細いですけど、ちょっと細いけどね、これ負けるようにちゃんとここがこう正面に来てますから、これ Z と同じシステムじゃないですか、これ、ね、でこの手のものうちものすごいたくさんあります、うわこれはレアですよね、絶対手に入るから、はい、社員がこうぶら下げる社員証のこうピッてやるやつ用に配ってるやつもあるんだけど、はい、日本って面白くて、例えば100周年ですとかって言ったら101年になった時にはもう前のやつは使用禁止ですとかって、その変わって変えてくださいとかって言って、前の使っちゃダメとかって、はい、それは厳しいですよ、はい、でまあ僕らのところはこうやって残ってますけど、だから社員なんかはもう全部ちゃんと処分しなきゃいけないっていう決まりで、はあ、まあ、うちのところにもこんなの残ったから、まあ、こ
コレクターの人で貯めてる人もいるかもしれない。これはすごい。これはだって絶対買えないし、なかなか見れないし、そうで、しかも一回一回デザインもこうしっかり変えてて、そうですね、毎回それは変わってます。面白い、これかわいい。2020 Z のマウントとこれ F マウントってことかな。そうですね、ちっちゃくなってるんで、はあ、ビスの数が違うんで、はい、あ、それでわかるんですね。はあ、で、まあ、ちょっと待って、はい、アユタヤっていうのはその、はい、ストラップを作ってるところ。今レンズもボディもあなたの持ってるものもアユタヤ製で作ってるんですね。はい、タイの工場。え、で、タイランドがアユタヤなんで、場所アユタヤっていう地名なんだけど、はいはいはい、まあメイドインタイランドってなった時にはアユタヤ。はいはい、これも作ってるの？だから、あ、まあ、だから、アユタヤ工場が作ってんじゃなくて、アユタヤ工場は当然これどっかに外注するでしょ、これを作って。はいはいはい、タイの会社に。はい。だから、これは タイで作ってるんです。ああ、なるほど。はいはい。これはこれタイランドのやつ。で、これは日本の候補船で。これは日本で。まあ、どっかで頼むだろうけど、まあ、でもどっかの国が作ってるかもわかんないけど。はい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 。あ、これはかわいい。うん。すごい。そう、なんか、そんな大したもんじゃないです。はい。いやいやいや、だからもう、もうニコンばかり時代見られてる方はもうニコングッズならもう何でも、もう本当によだれが出ますよこれ。じゃあもうちょっと面白いやつ。いやもう十分ですけどね。あのニコンがイベントの時にバッジを作ったりするんですけど、社員がつけたりとかする。でバッジが、うわ、時にバッジを作ったりするんですけど、社員がつけたりとかする。でバッチが3種類あるんですけど、かわいい、はい、これ、わかるかな、これね、後で写真撮って入れますよ。かわいい。これピンバッジなんですけど、これはね、車掌みたいに後ろからなってて、これは一番レアです。これ、ここのジャケットに貼りたいですね、はいはい、ジャケットの襟のところにつけれるようになって、これはかなりレアだと思います。これは普通にイベントなんかで使ってましたけど、これは僕もあの本当にある方からいただいたから持ってるみたい。社員証ではないんですけどね。違うんですね。何に使ってたんですかね。あ、だからそういうイベントなんかの時、あるいは大きなあの展示会なんかでこうスーツのところに似合うようなっていうんで。うーわー、知らねえグッズあるんだな。そんなすごくないですけど、はい。かわいいな。僕にとっても、その視聴者の皆さんにとっても、こんなあんだっていう話ですよね。で、僕たまにイベントでこのちっちゃいやつをちょっとスーツのラケットつけたりとか、はい、なんかしますね。これ盗みに行きますよ。俺ってバレますね。俺ってバレますね。そこうすれ違った瞬間になくなってるっていう。普通あんまりそんなに欲しくないですけどね。これはすごいですよ。これ確かにちっちゃいのかわいい。で、だんだんレアになりますけど、これ欲しいかどうかわかんないですけど、はい、なんだこれ、ベルリンの壁っていう壁壊したブロックあの売って返してるんですけど、はい、これはニコンの101号館っていう建物があって、 F3 を作ってたところの建物を 2,3 年前に壊したんですけど、あの101号館の壁です。101号館の壁です。これはね、これはね、さすがに、これ俺ね、いらないです。それで意味わかんないです。それで一応写真がちゃんとあります。昼間と夜の、はあ、これも一緒に配って、これちゃんと入ってこういう状態で、くださった、はいはい。で、これはニコンミュージアムとか、そういう、もうこれさ、値段がつけれないですよ。ベルリンの壁とかと同じ扱いです。ちょっとそれ言い過ぎじゃないですかね。でもうちではベルリンの壁と並べておいてあります。あるんですね。ベルリン壁持ってるんで、これと並べて置いてあります。ちょっとこの微妙に白いところがあったりですね、はい、で、まあ、戦時中はね、真っ黒く塗ったっていう話なんですけどね、その攻撃受けない、わかんないようにとかです、は
い、で潜望鏡なんかも昔はここで作ってたんで、潜望鏡を入れるケースとかね、大きな屋内だったりとか、まあ、そんな、まあ、思い出の思い出はでも僕はでもここにも何度も入ったことがあるので、使ってる時に101号館おかしい、もはやなんだかよくわかんなくなってきて、そう、これでどんどんもうここで立場取っていっていいですか、これ。いいいいですけど、なんでこれこの裏側がこんな風になってるんですか、どうか。あ、だからこれはなんか普通のカードかなんか使ったんだよね。なんかもうなんだかよくわからないよ。でもこの101号館を解体するときには、101号館ツアーっていうのをやって、解体する本当にギリギリのところまでお客さんを招いて、で中には昔ここで F3 組んでたんだっていうのは、ね、で OB の人とか、まあ、いろんな人が来て、なんか僕なんかも、はい、行きましたけど、でみんなでそんな別れをしながら、例えばニコの巣をあの潜って作ってた水槽とか、そういうのもみんなそこにあったんで、そこでカメラ、この101号館でカメラの設計とかそういう、もう設計もやってたし、要するにラインがあったですから、はい、でそれが、まあ、この17年って書いてありますけど、はい、4月18日そこで、はい、に壊されたということでしょうね、そこでしょうねってかなりいい加減だけど、はい、と思います。はあ、これは本当にいらまあみんな人としていらないと思うけど、あの、うん、まあこれいらないですね。レアアイテム、なんだこれ、レアアイテム、レアアイテム、なんかすごいですね。これさ、これしまい方がある、あ、当然だってぶつけて割れかけちゃうから、はいはい、だからミュージアムの人がちゃんとこれを梱包するんだ、これ何のためにこのあれが入ってるのか、ぶつからないようにこういう風に、あ、そういうことなんですね。失礼しました、はい、本当に。それでこれが外装ちゃんになるようにこう写真を外にこうやって向けなきゃいけない。ああ、はい。こっちとかっていうね。あと面倒くさいですけどね。ちゃんとこう。これが正しい仕事なんですね。はい。ね、ニクシールまであった。これプライスレスだな。101ね。あ、かっこいい。あ、意外といい。この梱包した感じもすごい。なるほど。こうですね。そしてこのこっちと。いやもうレアとか何かもうなんかもうよく分からない感じになってますね、今日。まああの変なやつも含みしていい。はい、まだなんだこれ、え、これはね、含みしていい。はい、まだなんだこれ、え、これはね、レンズ光学ガラスの、まあ要するにいらないっていうか、まあいらない粒っていうか、そして工場では、まあ、いろんなことを実験したりとかいろんなことをするんで、こうやって廃材が出るんですよ。これもちろん廃材です。ただなんでこんなキラキラ光ってるのってレンズだから、普通のガラスとはもう全然違うんで。本当ですね、はい、すっごいキラキラしてる、はい、これは光学ガラスだから、もう純度、いわゆるクリスタルですからね、はい、はあ、これは、はい、コンパクトカメラとか、いや、そういうふうに限定されたものではないんですけど、はい、まあ、要するにいろんなものを実験したりとか、なんかいろんな中をする廃材で、これは秋田の光ガラスっていう、そのニコンのレンズを磨いてる、まあ、研磨、業界からやってる研磨全部やって、栃木に送ったりとか相対に送ったりするんですけども、そこを見学に行った時にくれる、ゴミ捨て場にあった。それで、ねえねえ、これなんでそんな一般のものかって、いや、それ廃材で捨てんだって言うから、それさ、俺ちょっとくんないって言って、こんな欲しいのって言うから、どうすんのって言って、夏休みのちょっと前だったんで、なんかミュージアムで小学校の子供とか集めて、なんかイベントやろうって言ってたから、お土産とかに綺麗だからあげようかなとか思って、で、ちょうだいって言って、それでミュージアムの人に聞いたら、欲しい欲しいって言うから、それ後で送ってもらって、みんなに子供たちに配ったりした。はあ、なんかちょっと可愛いですね。綺麗だし、うん、ね、粒が、うん、え、これ不思議、この中心だけこのこうなってて、うん、外側がなんか違って、え、これどういうこと、レンズだからってことですか。でもね、その今ね、この写真レンズ、自分のところで使うレンズを溶解って言って、そのセメント袋みたいに入ってる材料を何種類も混ぜて、でそれを溶かして、それでレンズを作っていくんだけど、これやってるのってもうニコンだけなんですよ。は
はあ、昔はみんなどこの会社もそういうガラスの溶解とやってたんだけど、はい、溶かしてそこからガラスを取り出すっていう、はい、今もニコンは自分のところでガラスの溶解やって、ニッコールレンズの源流ってまあ僕らは言うけど、うん、それは秋田の、うん、湯沢っていうところにあるんですよ、うん、でこれまた偶然なんですけど、僕の親父は秋田の湯沢の出身なんです、だから僕はあの光ガラスの工場に行ったら安倍さんって人たくさんいるんですよ、僕は安倍さんはで、俺親父ここの出身なんだって言ってみんなおろって言ってるけど、なんとなくそういうつながりもちょ僕の中にはあって、雪深いところなんですよ、冬3メートルも雪が今はそんな降らない、昔ね子供の時遊びに行ってた本当に雪の多いところ、へだからまあ雪のとこあんまり行きたくないのか22度の、はい、それで、あと、はい、最後です、あと10分最後、最後です、最後ね、これ本当にいっぱいあるし全然自慢でも何でもないんだけど、うちにニコングッズで一番あるパンは何に言ったら時計なんだよね、何でもないんだけど、うちにニコングッズで一番あるパンは何に言ったら時計なんだよね、はい、今でこそ時計とかってあんまりノベルティで作んないんですけど、昔ってもうほぼ機種ごとぐらいに時計作ってたんですよ、ニコン F5 って書いてある、 F5 の時計で、ダイバーズウォッチの、まあ、形をしたデザインをした時計ですけど、かわいい、本当に時計ってたくさんあって、だから一回負けたこともない、使ったこともないんだけど、はい、時計はね、今回ね、っていうぐらいこうたくさんあって、はい、そしたらね、他のメーカーもなんかいっぱい作ってたみたいで、いろんな時計がなんか箱から出てきたわ、それで、でもまあ一回も使ったことなくてそのままっていうのが多いんですけど、はいはい、F5 はやっぱり上位機種だったから、トラベルクロックとか、まあ、いろんなものあったね、目覚まし時計みたいなものとかね、こんな時計があったんですね、でこれ販売してない、いや分かんない、でも値段がついてないからノベルティで買った人も出すんじゃないかね、はい、売ってるものはなんか値段ついてるんですけど、はい、だけど僕が今日杉山さんに見せたい一番自慢したいものは何だったのかっていうとね、見つからなかったんですけど、これじゃないんですよ、あ、それ見つかったなかったやつ、そう、今度見つけますけど、それはね、はい、仙台工場にもあって、アユタヤ工場にもあって、その2つを持ってる人は本当にいないんですけど、工場で被る帽子本当にいないんですけど、工場で被る帽子いらなかった、いやいやいや、ね、その欲しい欲しい欲しい、スカイブルーの帽子でこうちょっとメッシュになってて、ニコンとかもちろんロゴ入ってるんですけど、黄色でそのブルーに黄色のロゴがね、それ使い捨てのやつですか、あ、普通は工場に行った時にはこれかぶってくださいって言ったら髪の毛落っこっちゃったりするから、でそのままそれもらえ、うん、要するに捨てちゃうだけだから、うんうん、それもらってくださいってやってもらってきてで両方持ってる人はね、あんまりでもちょっと色は違うんだけどね、ああ、はいはいはい、でそういうことを言い始めていろいろ思い出しちゃったのは、僕は今でももったいなかったなと思ってるのは、アユタヤ工場に初めて行った時に社員食堂に白いタイ料理 の, おちあの麺とかを入れるための丼があって、白い丼のここに全部ニコンってのパーッと入って積んだったら、もう白い丼にニコンってこうやってロゴマークが全部これがこうやって印刷されてて、この丼欲しいと思ったんだけど、その時1個もらえばよかったよな、その後タイ工場って洪水にあっちゃって丼、はい、全部流れちゃったから、はい、であれもらっときゃよかったなって思うけど、なんかね、その社内だけで使ってるロゴが入ったもんってなんかいいよね、その丼は今でもね、あれば欲しいなと思って、もうないですかね、もう阿部さんニコンバカじゃないですか、ごめんなさい、俺もやったんだろう、もうあのバカじゃない、否定しちゃうとニコンバカ時代に入れてもらってるんでちょっとあれですけど、ニコンバカですよ生っ粋の、いやそんなことないです、もうすごいっすね、杉山師匠に比べたら、いやいや、もうこんなすごいの持ってない、もういや面白い、これはもう、いや僕ちょっと想像してたの以上で、杉山写真材料店でこのニコングッズ見せてくれって言ったら全然出てこないんですよ全部あげちゃったからそれあげちゃってるでしょ、全部あげちゃってるだから、そう、はい、やっぱすごいね、これはもう本当に最高っすね、そんな大したことはないそんな大したことはない、この中で1個あげろって言われたら俺これだな、これはね、さすがにやっぱ思い方が、僕もこれが一番大事、これかわいい、
僕もこれが一番大事で、その次やっぱこのこれっすね。これね、お目が高いな。これは可愛い。いや、でもこれを販売しないニコンのその意気込みがまたかっちょいいっすね。これ売ったら売れる、もうすごい売れるんだろうけども、絶対だよね、はいはいはい。これもうね、僕のやつでやるとみんな検索して探すんですよ。出てきますかね。出てこないですよね、そういう、そういうメルカリとかオークションとか。いやー、ちょっとないですよね。まず日本でこれを持ってる人が本当にちょっとしかいないと思うんですよ。アユタイ工場でしか配ってないと思うので、アユタイに行った人はもらった人もいると思うんですけど。はあ、ありがとうございます。これはもう、いや、何かあげようかなと思ったけど、これだけはあげたくないなと思ったものがいいって言うから、あげるね。いいです。でね、これはもうバカ一台の、はい、もう安倍さんがお持ちになって、このあのこれはいらないですけどね。いや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 、もうすごい。だけどね、この2020っていうね、はい、あの亡くなっちゃった CP プラスのね、はい、まあ、2021から出られたわけですから、はいはい、その前段階に亡くなったやつで、はい、あの F モントと Z モントが両方あるという、こちらをですね、今日は知ってさせていただきたいと思います。なんか、いやでも中の時使ってください。はい、あのカメラにバカ一台バッジつけるとかね、いろんな作品あると思うんですけど、はいはい、その程度のものでよければ、阿部さんからちょっとすいません、進展を受けちゃいまして、あのこの今日これかわいいですね、いろんな、はい、あのね、それいいデザインだと思います。で、僕ね、はい、自慢じゃないけど一回もかけたことがないです。おだってそれもらった後、それ家で帰ってかけないでしょ。新品です。あ、そうか、やらなかったから、やらなかったんだから。やらなかったけど、僕はさっきバッジ中古でしたけど、いいですいやー、すいません。じゃあこれちょっと、失礼ながらいいですか、この、はい、このちょっと、じゃあうわ、金メダルをいただいたかのごとく。あ、すいません、ありがとうございます。うわー、まずか裏側が逆おー、はい、すいません、じゃあ大切にちゃんとさせていただきます、ね、はい、はい、はい、もちろんです、はい、え、これ収録終わったら後で回収されるないです。それバカ一台バッジじゃないです。そうですよね、はい、ボス、安倍さんを、お迎えしてお送りしたニコングッズ、紹介、はい、もうこれはたまらなかったです。僕が一番たまらないし、もう見てくださった皆さんもでもたまらないと思いますけど、まだまだ続きます。次回は何でしたっけ。次回は次回もやります。はい。オス、じゃあよろしくお願いします。オス、阿部秀幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。いらないやつ。壁。ありがとうございます。はい。すみません。いただいちゃってすみません。すごい。素晴らしいグッズ。最高。入れてもらったぞ。オス。これ2回目？これ1回目になります。これ1回目。はいはい、ニコンでの収録を終え、はい、安倍さんにご無理を言って、はい、今日はい、このような会を持たせていただいております。オス。ホイホイついてきてしまいました。オス。まず安倍さんをご紹介したいので、はい、安倍さんをご紹介する、時間にしたいと思います。はい。はい、ニコングッズ、 これがもうね、全く打ち合わせしてないんで何が出てくるかもう本当に楽しみなんですけど、じゃあ、はい、お願いできますか。で、まあ、さんの最初に言うのもなんなんですけど、
一番見せたかったやつは見つからなかったと言えば、じゃあまた今度、はいはい、それでとりあえず、はい、まあ、ちょっとこういうのはどうかなって思うものをちょっと持ってたんですけど、はい、何点ぐらい持ってくる、分かんない、え、たくさん、じゃあとりあえずね、はい、とりあえずね、何これ、ちょっともうここだけで かわいいけど、ちょっとストラップになって、こっちだ、こっちなんですけど、で、じゃんじゃか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 、オス、バカ1台だ、オス、オス、オス、バカ1台に入れてもらったらオス、オス、これは関係ない人だ、ランボーみたいになってますけど、武田さん、部外者だ、今日、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございました、ニコンでの、生配信が終わりまして、安倍さんに、なんとこの部屋を安倍さんに予約していただくという、部屋を取ってもらったっていうのなっつって、部屋を取ってもらった下りが OK でしたね。だってなんか鍵をスッとこうやって置いてなんか待ってるからみたいな感じで。実はですね、さっき安倍先生の過去の高額ギャラの話。喋ってもらってたんですけど、全て消えました。収録で失敗してですね、はい、まあ大体、まあ、あの要約すると、まあ、1週間とか2週間で、まあ、バブル期は100万200万の仕事はまあまああるし、ね、そんな言い方しちゃない、いや言ってました、なんか悪意があるよね、いやいやいや、そんなこと言ってましたよ、すごい、すごいなんか俺がなんか金まみれみたいな、いやいや全然良くない、クルーザー買うか悩んでたみたいなね、クルーザー買うか悩んでた、ありもしないこと言ってるけど全然違うと思うけど、ありもしない、全然違うと思うけど、もう年金生活者だからすいません、どうも今日はありがとうございました、すいません、楽しかったです、また機会があればぜひ、すいません、すいません、竹川さんが帰って今杉山師匠が送りに行ったんで僕だけです、ニコンバカ一代だ、オスオス、ニコンバカ一代だって杉山さんはやってますけど、なんかやっといてねって言われたんだけど、やっといてねって言われてもなんかそんなわけにいかないんですけど、この後もう一本ぐらい撮りましょうって話になっています、なんか杉山さんと今度2人でね、やるバージョンになります、で杉山さんっていつもこんな風にして一人で撮ってるんですか、僕はちょっとなかなかできないな、ということでカットです。